はい。楽しい海洋生物が今日はですね、カンブリア紀の大爆発についてお話をしていきたいと思います。でこのカンブリア紀の大爆発ですけども、大爆発というふうに言うとですね、え火山が爆発したのということをえ考える人がいるかもしれませんけども、そういうことではないんですね。この現在生きているすべての動物門、ね、多細胞動物ですね、それの門ですね、分類上門がですね、一気にこう、 出てきた、ね、海に出現したということがあるのでその爆発的に出たのでカンブリア紀の大爆発というふうに言っています。でこの地球の歴史をちょっと見ていきますとこのカンブリア紀っていつなのかということですけども地球がまず、えー、あのできたのが46億年前と言われてるからそこから仙カンブリア時代っ始まります、まあ。要はカンブリアのの前前とというここですよねで億年前にこの古生代が始まる そして2.5億年前に中生代そして6,600、ま、万年前までに、えー、この新生代がやってくるということですねでこのカンブリア紀というのは今言ったようにこの1カンブリア紀の後ね古生代の最初がカンブリア紀ということになるわけでその後にオルドビス紀シルル紀デボン紀石炭紀ペルム紀というのが古生代の時代になりますちなみにこの古生代カンブリア紀の一つ前の1カ,カンブリア代を エディアカラキというふうに呼んでいますじゃあこのカンブリア紀における進化のビッグバンについてもう一度説明していきますけれども多細胞動物の登場というのはこのカンブリア紀の一つ前のですね1カンブリア大のエディアカラキに起きますでただし彼らはですね柔らかい体を持って目は持っていなかったわけですねでそんな種類数も多くなかったわけです ところがカンブリア期はですね弱肉強食の時代食うか食われるかというような時代になったわけでそのためにですね防御をするための硬い殻とかですね鋭い棘を持ったりですねそれから食べるためまたは食べられないための目の発達というのが見られていくことになりますで、えー、そういった中でですねまあその進化の実験室といいましょうかさまざまなボディープランというのが特徴するわけですね で例えば現在も残っているもので見ていきますと、えー、無胚用動物ということでは海面動物,物門というのがありますそれから二配用動物、えー、これは放射総称系なんですけども四方動物門とか輸出動物門というのがありますそして三廃用というボディープランの方はですね、えー、前向動物というものがまず最初ね最初ねあののあ 後輩期の最初のへこみが口になるものですけれども、えー、ほとんど左右相性が多いんですが、えー、その中の対抗のない無,無対抗というボディープランのものは変形動物門でそれから、えー、列対抗というものを持つものが管理動物。 ね、これにはですね、先ほどの変形動物も含まれますけれども、えー、関係動物とかですね、団体動物など、えー、いろんな、ね、動物門が含まれてきます。たくさんあるんで、ここではね、説明しませんが、あの他の、ね、動画ではそれを説明していますので、またそれを見てください。もう一つは脱皮動物ということですね。脱皮して体を大きくしていくというもので、節足動物門とか有層動物門など、いろんなものがね、まだまだあります。 ね、それからエラ引き動物門とか漢方動物門こんなものもありますね。で高校動物 これは、えー、最初の凹みじゃない反対の方が口になった動物ですけども左右相性動物では脊索動物なんかいるわけですけども誤放射相性というボディプランもっともいまして彼らは極秘動物門とこんなようなものがね、えー、いろいろ現れてくる全体で門がですねここでは十数個しか挙げてないと思いますけど30とか40とかねそれだけの大きなねあたくさんの門がありますけどもこれを全部がですねこのカンブリア紀に現れたということで進化のビッグ イクバンと言われるわけですね。よくこういったカンブリア期の絵がありますけども、具体的にね、ちょっとどれがどうなのかと見ていきますと、これがこの一番有名なのがこのアノマノカリスというやつですね。これはいわゆる節足動物門です。で、それに食われているのがあります。これが三葉虫ですね。これも節足動物門。 そしてオパビニアという、えー、目が5つあって変なこう鼻が伸びたような生き物がいますけどこれらも節足動物門ですね。そしてこのマルレラというねちょっとまたかっこいいというかですねこれもですね、節足動物になります。で今度はこれカナダスピスこれはですねエビとか甲殻類の祖先というふうに言われてます先祖と言われてますけども節足動物門です。 で、今度、このハルキゲニア、これ有名ですよね。え最初はこれが上下、そしてえ前後が逆にね、考えてたということだったんですけども、このハルキゲニアはですね、えカギ虫の仲間、有層動物門ですね。これに入りますよということですね。それから、このウィワクシやってます。これ、なんかウニみたいに見えるんで、極秘動物かなと思うんです。これ、軟体動物であるということですね。そして、この ポコンとしたものですね。オットイヤと言いますけども、これはエラ引き動物門というものになります。で、さらにこのバウキシアとあります。これは海面動物門ということになります。そして、我らがピカイアですね。これが脊索動物門。私たち人間の祖先ということになります。こういったね、まあ、あの、すごく、 カンブリア紀の大爆発のごく一部ですけどもよくある絵として説明するとこんなような動物がね動物門がいろいろ現れたというのがカンブリア紀の大爆発で,であるということです。